はい、こんにちは、ビッグボーイです、それでは今回もファイナルファンタジー15、今回でパート10、続きやっていこう。都レスタルムについて、グラリオの妹とデートしてこの街のいろんなところを紹介してもらって、前回デートしてたんだけど、もっとデートしたかったな。飯食ってこう。腹減ってるだろ、何にする？今回はとりあえず食事して力蓄えて、いろいろと話は聞こえてくるがね、保証に行こう。周辺情報も聞いて、気に入ったら大変わりもあるからね。高いな。高いっていうかお金結構減ってたな。あとサブクエストとかやったりしてお金貯めるか。モツのニコ、モツ大好き、モツ食べよう。はいよ、モツの煮込み。そして、あ、ちょっとアレンジ加えてんだ今。レスタルム風モツ煮込みって書いてあった。気が向いたらまた来てやってくれ。で、今の食事で魔法効果が上がるとあったから、また確かそう、マジックボトルもらってたから、そうだね、ゴリゴリのファイヤーに、そして前回小銭拾ってたから、小銭はこれ、これをつけてやるとね、経験値をたくさん手に入る、魔法になる生成。で、ノクトに装備させとこう。よし、それじゃあ、まあこの辺またぼちぼちね、クエストがあるっぽいんだけど、その辺はまた動画外で進めることにして。あれっていうか、もう午後の4時か。いったやな、また頭痛か。困ったもんな。大丈夫かノクト、もう4時となると飯食った意味がなくなっちゃうんだけど、とりあえずこのパーキングまで行くか。パーキングまで行きたい。車のとこ行こう。さあレガリア、まだ寄ったことのないパーキングだから運転していかないと。この街の人たちってなんかすごくフレンドリーじゃない？うん、誰でも挨拶してくるし驚くわ。ノクトは特にね。インソムニアはそんなことなかったもんな。え、そうなの？インソムニアってあんまり冷たい人が多いの？あ、てかそもそも王子だからか。王子だからあんまりその住民とか関わることもあんまりないのか。あ、これがケーブル繋がってるってことは、モノレールかゴンドラかなんか動いてんのかこれ。それともただの電線かこれ。この方なんか燃えてるな。とりあえずもう日が沈んじゃうんで、あと 300m 先にパーキング。動物の鳴き声もね、そこらかしらで、そこになんかいるし。さあパーキング、ここで降りるぞ。うん、あれ確かにパーキングだけど、コテージとかないのか。気分転換にはなるな。周辺情報。待って、あそこテント張れそうだな。この生き物はなんだ。後ろから援護かな。バイコン、分かってんじゃん。よし、 V 破壊。ほら、よし、 OK。 ノクト上見て、ニフル軍だよ。あ、ニフル軍、サンキュー。あれ、練習練習。そりゃ。オッケー。いくぞ。そりゃ。ニフル軍も相手しちゃうか。そりゃ。え、パリ。行
ルス。遅れるなよ。受けてみろ。加減は欲しいねよ。よし、無事だな。はいはい、行くぞ。ニフル軍降りてったぞ。向こうに死骸出ないうちに倒しちゃうか。あれ、いない、降りてこなかった、いないや。もう6時だし、じゃあ寝るか。さあ、どんな料理を作ってもらおうかな今回は。なんやかんやでね、プロンプトの写真スキルが一番レベル上がってるんだよな。勝手にいつの間にか撮るから。雨で野宿とか最悪。文句言ってねえで、さっさと準備手伝えっての。さあ、雨の宿だけど、料理は振るってもらおう。カップヌードル。カップヌードル、グラディオ好きなのか。カップヌードル食おう。あ、食ってる様子が見れない。ジャスティス、ジャスティス。よし、晴れだ。行くか。よし、行くか。またバイコーン湧いてる。バイコーン無視してね、3つ目のファントムソードが欲しい。行くぞ。行こうか。さあ、ちょっと急カーブの方を通っていった方が近道だから、こっち通っていこう。さて、あと 500m。 パーキングあるから止めてこう。ガソリン入れてっか。ちっと休もうぜ。給油。よし。さて、こっから徒歩で行くか。徒歩で行くけど、滝ってことはこれどっかから降りれるのか。あ、降りれそう。こっから降りていこう。このまま道なりに行けば洞窟？ハイポーション。もうちょっとまっすぐ。おや？なんだろうあれは。倒せるやつなのかな？セーブしよう。でっけえ蛇がいる。よ、どうなんだろう、倒せんのかなやつ。レベル、あ、54は無理だ。ならやめときません。いや、そうもいかねえだろ。どうせ行くんだからな。もう無視だ無視。54はボッコボコにされる。で、パワーシザー。そりゃ、ひとかりいっとくか。これエリアごとで戦闘の BGM が違うんだ。ちょっと甲殻類にファイヤーは効かなそうだけど、ファイヤー効いてないね。よし、クラッシュ。終わりか。みんな行くよ。ネクラマシ。
あれ海鮮料理好きじゃなかったのか。これだけでかいと味も落ちる。それともそこか。10ロンプとか知らんとこで燃えてる。戦い慣れてきた。まあな。おい、手滑った。この銃強いわ。よし、臨機応変にな。はい、終わり。銃強いね。ていうかこれファイヤー1回でも使ったらもう軽く自然破壊だな。ここなんかあったし、ちょっとハマってる。あー、蛇は無視じゃ。さあ、いい景色だね。滝虹できてる。看板あったな。カルタイン、そういう滝なんだこれ。滝の裏にあるって話したけど、ともかく行ってみよう。なんか道っぽいね。なんかアイテム落ちてるな。下か。下降りれない。降りれた。メガフェニックス。な、入り口っぽいの発見。噂は本当かもしれねえな。こんなとこに帽子あるだろうか。うわ、早くも鳥肌。この格好のまま入るの。安心しろ、死にゃしねえよ。ああ、ここ寒いのか。そっか、だから。こんな寒いんだし、死骸もいなかったりして。死骸に寒いも暑いもねえだろ。だよね。ああ、でも凍ってたりとか。冷凍保存か。で、そいつらが目覚めて襲ってくる。だから防寒グッズ売ってたのか。よし、おっと、足りてるよね。プリン、よし、今こそ熱くなろう。お、一撃。これは寒いわ。あ、あー、滑り台。インプ、パリ、戻れなくなっちゃった。おっと、よし、ずいぶん滑り降りてきちゃった。先行くか。やっぱり寒い。っていうか寒すぎ。ちゃんと見つかりますように。気合い入れて探せ。これは寒いわ。炎系アイテム、魔法なんか作れるか。2個しかないや。これ装備しとこう。あー、これも滑り台か。またかよ。あ、なんかアイテム見えたんだけど。おっと、うわー、ファイヤー。あ、これじゃない。マジック2だから何出るか分かんないや。痛い。ハリー、大丈夫か。問題ない。よし、
あー、そんなとこから売ってる。プロンプトが降りてこない。前を見ろ。悪かったって。またずいぶん奥まで来ちゃったな。アイテムある。ハイポーション、ここで霊気のエレメントを手に入れてもな。とりあえず行けるところをどんどん進んでいこう。おお、これはやたら青いな。あ、クレバスかなんかありそう。おっと、プリンだ。ほら、よし、近づいてきてはいるのか。あと 100m、 近づいてはいないか。もうちょっと深いもんな。あ、これ滑ってきた元の場所に戻れる。ノクト、頭の後ろ凍ってるよ。嘘、マジか。元からこんな固めてるしな。アイテムがある。カーボンバングル、滑り落ちそう。あ、ここ行ける。ちょっとその前にこのアイテムも回収と。エーテル、外はあんなに暑いのに。よくこんな格好でここずっと走れる。おっと、こいつはプリンより、あ、なんだろう、スローに。あり、これだ。あ、強いな。こっちから倒しちゃおう。なんだ、召喚獣っぽいな。剣王の剣、パリ、受けてみよう。いけ、よし、もうなんか泥だらけになってる。ノクト、こっち側は、あー、滑り台か。洪水に、うん、ってことはこっち側も結局は滑り台につながってるのか。そうだね、とりあえずアイテムを回収。よし、言うか。あ、戻ってきた。ツルツルだよ。大丈夫かな、この靴で。戻ってきてたのか。痛くないな。下の方に戻るか。さて、あ、近いな。ここ行けるか。
滑んなよ。注意して進め。滑りそう。ああ、もうちょっと奥だな。で、ここに炎のエレメント、魔法作っとこう。ついでにちょっとサンダーも混ぜて、サンダー混ぜすぎたらサンダーになっちゃうから、よし。で、また銀貨混ぜて、よし、今回長くなりそうだな。あと 40m。 やるぞ。出てきた。よし、プリンならファイヤー。大丈夫か？アクト、うまいことやるじゃねえか。よっ、どりゃ、滑った。うわ、向こうにもいる。かわして、ちゃんとボタン押したらね、かわしてくれるから助かる。もう一体。よし、ここは行き止まりか。さあ20m。剣はこの先か？多分な。もう少し調べてみよう。まだ奥か。エレメント吸収。今もう外は4時か。あ、なんか出てきた。なんか出てきた。ほら。あ、またスローに。バックアタック。ハリー。ハリーはしやすいスローに。プリンがまだいる。受けてみろ。よし、行くぞ。ね、経験値ボーナスつけたね。魔法本当にたまるね、経験値が。おっと、滑った。マジかよ。なんだ、またこいつか。アルケに魔法だね。何言ってんだプロンプト。仲間が降りてきてない。降りてきてる。今降りてきた。で、アイテムはあるか。行き止まりだね。何かあったか。雪と氷だな。武器強化アイテム手に入ってそうだな。これ登れる。まだ若干遠回りだ。ああ、まだモンスターがいる。
もうね、魔法が切れてるやん。カリ、あー、いけたか。大丈夫か。問題ない。周りのこいつら倒してゲージを貯めてグラディオに強力な一発を。シフトして、見直したぜノット。でもみんな強くなってるな。オッケー、全員無事だな。先行こうぜ。さあちょっとね、迷ってるね。高低差のあるダンジョンだからちょっと行き方がちょっと難しい。さあこっちだな。ここでさっき滑ったのか。滑らないで、よし、ここか。あー冷たい、あったかいもの食べたいな。もうそろそろな気もするんだけど。みんながついてこない。よし、そろそろでしょ。ボス出てきそう。なんか魔法あったか今。ない。雷でも作っとくか。さあどうだ、これ絶対出てくるぞこれ。おい、あの扉どうやらついたらしいな。出てこないんかい。出てくるんかい。出ましか。くっそ、簡単にはいかないか。サンダー、ユリス、こいつらの弱点は何だ。誰だ。情報が足りない。ノクト、頼めるか。まず周りのやつを。マインドフレア。プリンまでいる。あ、捕まった。ポーション使おう。グラディオ、砕けちまいな。プロンプが混乱状態になっている。プロンプト、いつも混乱してるようなもんだけど。治った。クリン、この調子だノクト。あれ、ノクトの姿が薄くなってるぞ。治った。あ、消えた。ハリよし。さすがだなグラディオ、やっと外出れる。よし倒した。さっさと先に行こうぜ。よし、こんな寒いところの奥に帽子があった。これもう埋もれかけてるじゃん、ヒョードに。伝説の剣。
ファントムソード召喚。そうだ、これが体験版ではできてたやつだ。ファントムゲージっていう別のゲージが用意されてるから、それが満タンになると発動可能。あ、アビリティコールにファントムソードが登場したから、そっから強化もできる。双剣ゲット。もう入り口まで戻るか。じゃあ、いや待って、また道があったな。大丈夫？なんだ、どこだ、どうした。穴の中でなんか燃えてた。あれメテオか。カーテスの大皿が見えたのか。一度レスタルムに戻ろうぜ。ダルコットに報告しなきゃね。またかノクトの頭痛。なんでしょうな。とりあえず双剣ゲット。獅子王の双剣で、アビリティコールにこれだ、ファントムソード。この辺アンロックしちゃおう。ちょっとね、もう一本道があったからね、そこだけは見ておきたい。こっち、またあったよこれ。ここにも存在していたのか。行くんでしょ、どうせ。当然。腕が鳴るな。必ずあるな、墓所のあるダンジョンに。でもこれも開かないんだろう、きっと。だよな。ダメだ、ここも鍵が必要みたいだな。問題はここの鍵はどこで入手できるかだな。だな。うん、ここにもあるってことは次のダンジョンにもあるんでしょう。入り口まで戻るか。よし、戻ってきた。これ自分の足で入り口まで戻るの結構大変だな。そっちどうだ。これ夜じゃん。変な鳴き声するし。じゃあ今回はここまでにして、ノクトの頭痛が気になるとこだけど、3本目のファントムソードを手に入れて、ファントムソード召喚ができるようになって、ひとまずレスタルムに戻って報告といった感じで、じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。